こんにちは、アブラミチョなんでーす。はーいす。はい、久々にアクションカメラを買いましたー。いやー、久しぶりですね。何代目になるのかな、5代目か6代目のアクションカメラになります。早速ご紹介していきましょう。それはこいつです。ドーン、 XTU-S3 です。あれ、 XTU はわかるけどなんで S3 プロじゃねえのって思われる方たくさんおられると思いますが、安かったんですよ。だいたいね、これね、中古アクションカム XTU さんなんか特にそうなんだけど、Amazon で見てたら、販売定価がコロ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 表記変わるんですよ。でもなんだかんだで、まあその期間限定のね、その2週間限定とかそういう値引き、支払い時に、会計時にその4000引くだの5000引くだのってあるんですけども、だいたい1万5000円ぐらいで売られてました。うん、で、まあプロが発表になったからね、ちょっと安くなって1万5000円ぐらい、まあ、定価が、まあ、極端な話、端数もう考えないで、まあ、2万定価にして5000引きですよみたいな感じで、だいたい1万5000円で売られてたんですが、なんとさらにそこにね、タイムセールで4000引きが入ったんですよ。で、私ポチったのが、細かい数字言いますと1万988円かな、うん、それぐらいで購入しました。まあ XTU でね、その11,000円、約11,000円だったらもうこれで十分でしょうってことでね、プロが出た今でも、値打ちあるなということで買いました。多分この S3 をね、買われた方いっぱいいると思いますけど、今が一番安いんじゃないかなと。まあもっともそれタイムセール終わってまた1万5000円ぐらい戻ってますけど、僕は本当に一番安く買ったうちの一人かもしれませんね。今日はね、何をするかというと、もうぶっちゃけ S3 の性能なんかいろんな方がね、もうアップしてるから、もうご存知のね、興味ある方は皆さんご存知だと思いますんで、一個だけ調べたいことがあるんですが、そのね、皆様と確認できたらなと思います。じゃあね、開封していきましょう。はい、これね、ね、高級感があっていいですね。よいしょ。ね、初期不良がなければいいなといったところで、なんかね、プロの方はハード面じゃなくてファームウェアの方で初期不良があったみたいですね。うん、まあそれが改善されてるかどうかもわかんないし、まあプロの方がね、実質1万9000円しちゃうんでね、まあ、貧乏してる私にはちょっと手が出ないなということで、 S3 を買ったという次第であります。ほい。まあ分かってることなんですけどね、これね、電池パックがね、1個しか付いてないんですよね。うん、やっぱり2個欲しいですよね、最低ね。で、何を調べるかというと、バッテリーなんですね。うん、これバッテリーサイズがね、1350mAh かな。お、なんだこれは。うん、でバッテリーサイズがね、従来のそのこれエイプマンの A80 なんですけどね、これは本当にね、あの汎用性高いサイズで、バッテリーがね、ちっこいんですよね。 1050mAh だったかな。よいしょ。これもう本当に、1050か、これちっちゃいやつなんですけど、これより一回りね、大きいはずなんですけども、で実はね、一番最後に買ったのが、買ったというか、まあ手に入れたのがこれね、何回かご説明というかご紹介しました、ビクチャーのね AC940 ね、これがバッテリーがね、あのでかいサイズが入ってるんですよ、これ、1350ね。でこれがほら、比べてもらうと全然サイズ違うの、分かりますかね。こんな感じで、ほら重ねた方が分かりやすいかな。こんな感じでね、分かるかな。うん、一回りでかいんですよ。でこれがね、
XT に使えるかどうかっていうのをね、実験したいと思います。なんか切れ込みがあったりなかったりとかもあるのかもしれないですけど、まあ、もしねこれあの AC940 のバッテリーがねそのまま流用できたら予備バッテリーはもう買わないでおこうかなと思っております。でまあ入らないよとなればね、泣く泣くお金出してね、バッテリー2個と充電キット買おうかなと、思う今日この頃の私でございます。おいいよ出ましたね。これですね、フロントモニターがいいですね。これでもう自撮りが本当にね楽になると思いますね。電源入るかどうかチェックしてみましょうかね。バッテリー入ってんのかな、入ってない、あ入ってましたね。お、あでももうダメだ、バッテリー最後のもう点滅だ、これ切れるな。まあ、使い方全然まだわからないんで、とりあえず電源落としておきましょうかね。はい、まあ、バッテリーをねこの硬いと噂のよっ、これでも硬くしとかないとね防水ならないからね。じゃがじゃん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 、あーこれダメだな、この奥の方に出っ張りがあるんですよ。銀色の見えますでしょうか。でそこに合うようにね電池もねここがねへこんでるんですね。これはちょっと合わなさそうですね、残念。あかん、よいしょ、あー残念。バッテリーサイズはねビクチャーさんとぴったり同じ、うんぴったり同じ厚みも、あ若干ちょっと厚いな XTU さんの方がね、ほんのちょっと1ミリないぐらい 0.5 ミリぐらい厚いかもしれない。でもねここのね引っかかりがあるから多分入らないですね。あの段差取りたいな、これね端子の位置もほぼ一緒なんですけどね、ここだな、このへこみのおかげで使えない、くそー、これは買わなきゃダメか、買いますわ、しょうがないね、残念、使い回しはできませんでしたというお話でした。よいしょ、よし、はい、そんなこんなで S3 でしたね。これでねもうバリバリ活躍してもらいたいと思います。次何実験するかというとね、これですね、まあまあ良かった940ね、ビクチャーと、この S3 のね画質テストですね。なんかねこれ先人様ね諸先輩の、動画を拝見しますと意見で出てたのが、4K はすごい綺麗なんだけどフルハイビジョンが弱いと、画質いまいちだと書かれてる方が何人かおられたんでね、こっちのフルハイビジョンとこっちのフルハイビジョンどっちが綺麗かね、比較テストしてみたいと思います。お楽しみに。